秋は柿の丘にとって一年の苦労が実を結ぶ季節です。私も一緒に大きな栗柿の取り入れをさせていただきました。まあ、なんでしょう、湯気が立って。皆さんに教えていただいたとってもきれいな秋の風景だったんですけれども、視聴者の皆さんに教えていただいた、お便りくださった、